ゲームソフトメーカーハドソンの新しいゲームソフト北への発売を前に、昨日札幌で誕生祭が行われました。新しいゲームソフト北へは、札幌や小樽など30カ所以上の北海道の観光スポットが織り込まれたトラベルシュミュレーションゲームです。誕生祭には全国からのファンらが参加し、ゲームでメインキャラクターを担当した坂本真綾、豊口めぐみらの声優さんがゲスト参加。会場からの質問に答えるなど、ファンゲスト一体となって盛り上がりを見せていました。北へは来月18日発売されます。ホタテにコーンとアスパラ、船長ホタテの浜焼き、彼女欲しいな。お願いします。お願いします。白鶴丸2リットル新登場。